じゃあ行きまーす。回しまーす。はい、3、2、1。はい、それでは2人とも目を。あ、目開けてくださいって言う前に目開けるのやめてもらっていいですか。はい、それでは2人とも目をお開けください。どうぞ。後ろちらっと見てください。おー、これ、ほら。これはたまらんすな。ほら、この200点のリアクション。いや、正直ね、入ってくる中で見えてるんですよ。それをね、このね、バカゴリラにね、見てないでって言われてねって言ってね、そんなね、もう、でもすごいっすね。すごいすごい。追加たくさん。で、ところでマックスさん。はい。今回、コラボということで。はい。はい。早速、紹介をお願いします。はい、本格的なスニーカーの番組が本日より始動いたします。そっち。はい、その一発目のゲストでございますね。スニーカー、超プロでありサックスプレイヤーの浅岡修さんです。よっ。自己紹介をお願いします。あー、わかりました。私ですね、一応ミュージシャンという形ですね、サックスをやっているんですけれども、まあスニーカー大好きで、まあいろんなスニーカー買ったり、はい、アメリカ行ったり上げている、チャンネルを運営している浅岡なんでございますが、はい、今回はもうありがたいことにね、もう全く予期してなかったコラボですけど、はい、マックスさんがもう僕のチャンネル見てくださってると、はい、いうことで、今回はじゃあ、まあ、僕のチャンネルでもね、はい、動画、公開しますけれども、そうですね、めちゃくちゃ楽しんでいきたいなと思いますんで。ありがとうございます。あのですね、本当に面白いんで見てください。あの、まず本当にマジで見て、本当に面白いんで。以上です。はい。浅岡さん、あのアパレルもやられてるんで、あの概要欄貼らせていただきますんで、インスタが分かりやすいかもしれないです、浅岡さん。そうですね、確かに。これ一応ちょっと念のため確認していいですか。サムライイーティングってなんていうチャンネル、どんなチャンネルですか。スニーカーチャンネルです。違う。違う。違うの。違うんだよな。グルメチャンネルでございます。ということで、今回あの浅岡さんお招きして、はい、スニーカーの動画を撮らせていただこうかなと思うんですけど、先ほども申し上げました通り、サムライイーティングはグルメチャンネルですので、今回はですね、フードバトル×スニーカーの異色コラボということで、俺何でもいい、浅岡さんができる。はい、いいんだ。スニーカーチャンネルやりたいってずっと前からおっしゃってましたね。おっしゃってましたね。はい、そのスニーカーチャンネルやる知識だって覚悟が本当にあんのかっていうのを今回クイズ形式で試させていただいて、で、そもそも浅岡さんもあのサマーレティングの視聴者からすると、まあ本当にどれだけお前スニーカーに詳しいんだ。いや、そこっすよね、分かんないと思うんですよね。なんで今回はですね、頑張ろう、本格的なスニーカーと大食いクイズを出させていただきますので、お二人の知識量どれだけのものかというのを検証させていただきたいと思います。これあの画面にはね、映ってないんですけども、スタッフさん、サムライのクルーの、今回の企画のクルーのスタッフさん、あ、ガチでスニーカー好きな人、なんかちらほら僕も、僕でも分かるんで、あ、あの人いるんだっていうのはあるんで、なんなら関係者レベルで、マジなんで、あ、やばい、そういうレベルです、本当に。とはいえ、あの、まあ、マックスさんからじゃないですよ、あの、もう、浅岡さんのコラボということで、テンション高いわけじゃないですか、まあ、どんなバスゲームでやっても、まあ、ある程度乗り越えられるんじゃないかなっていうことなので、マジで罰ゲームは、絶対に嫌がるものを用意させていただきました、紹介させていただきます。今回のバスゲームこちらでございます。てか、思いっきり東京クズ宇宙センターおかしい。はい、あ、それ、浅岡さんですね。うわこれ、マックさん。え、なんすか、これ今回のクイズ、3問、合計3問あるので、まあ、一番正解したポイントが多くなかった方は1週間、この鬼ダサスニーカーを何が何でも続けて。うわ、きつっ。浅岡さん、スニーカー、音楽とスニーカーで売ってるから、そうなんですよ。これ、ダット純すぎるだろ。いや、ダットですね。めちゃくちゃダットだな。これ、リアルストリートのダットな感じになってるけど。なんか、俊足みたいな。これ、履いてキス行かなきゃいけない。はい。ちょっと待って、これ、俺の誕生日書いてあるじゃん、これ。なんで、ユキポ選ぶって、これ。これが罰ゲームで間違えておりますので、皆さん、ぜひ頑張っていただければと思います。ちょっと気合入ったわ、これ。これは負けられんぞ、マジで。シャレになんないじゃないですか。それでは、クイズの方、皆さん。おっす。じゃあここはですね、浅岡さん、画面転換するときに響こうみたいなのがあるんですけども、もう浅岡さんのチャンネルだと思ってやってください。お願いします。いいんですか。で、僕は見てていいっすか。やんねえのかよ。じゃあ行きますか。はい、お願いします。それでは、本日はですね、マックス鈴木さんとのガチンコ勝負ということで、3本勝負、何が何でも勝っていきたいなというふうに思っておりますので、頑張っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。響こう。謎時間。すいません、あの、コラボできてるからファンの時間ですよ。これだー。突然の寿司。本当は突&禅だよ、これ。突&禅の酢&シーですよ。クイズ一つ目。
食べてめくれスニーカーパネルクイズでございます。よクイズの説明させていただくと、はい、マックスさんは A2、 浅香さんは A4、 とあるスニーカープリントされています。パネルの上にそれぞれ、寿司が置いてあります、はいはいはい、これ寿司を食べないと下のスニーカーが見えてこないので早食いしなきゃいけないんですよ、はいはいはい、早押しです。ただしお手つきはあれなので、あの皆さんしっかりそのリスクもあるのでってことか、そうか、はい、適当にわーってずっと言えばいいってわけじゃないってことですね。そうですそうですそうです。こちらですね、あの実は手配してくださった方がいらっしゃってまして、 TKD さんがいらっしゃってですね。 TKD TKD さん、実はこれあの佐田さんね、今俺変えたいやん。えお茶おかわりください。早い、はい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 、めちゃめちゃ飲む。めちゃめちゃ飲みます。ちなみにあのこれ侍の動画を見てくださってる方は、まあ、もしかしたら気づいてらっしゃる方いらっしゃるかもしれないですけれども、青のロケで証言さんとのライブだったりとか、あのせんべい汁とかいろんなところを手配してくださったのが実は筑田さんで、あそうなんですよ。なんで今回ですね、あの後ろにあるスニーカーもそうなんですけど、筑田さんの方で全て、おお、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくです。それではガチンコ、クイズでございますので、いいですか。はい、正式名称ね。正式名称です。それではいきたいと思います。防御さん、はい、いきまーす。5、4、3、2、1、スタートです。いただきまーす。さあ見えてきたと思うんですけども、お二人真ん中から行くんですね。端っこから行くかと思ったらん、早食いなんだよ。はい、浅香さんどうぞ。ナイキとフォエトのコラボのラバーダンクローカット、はい、色は色、色の正式名称も、色もお願いします。え、イエロー。違います。はい、浅草さんお手つきでございます。待って、お前コード名だマックス鈴木が止まってるんだよな。立ってるはずなんだよな。色だよな。はい、はい、ナイキとオフホワイトのコラボの、うん、ダンクのローカットの色は、ね、さっき イエローって言って失敗だったから、うん、キングギドラ。答え聞くまでもなく、キングギドラの色してんだよこれ。似てる似てる。いや似てますよね。じゃあちょっと勝負しようかな。いやでもさっき違ったからな。僕はね、あれですよ、もう浅岡さんが言ってもし間違えたら、はい、色のバリエーション変えていればいいだけですから。確かに。もうそれだけですから。もう僕楽です。ちなみにお二人とも忘れてましたと思うんですけど、ヒントでございます。ヒント欲しいです。ヒント欲しいですか。はい、はい、ヒント、ユニバーシティうん、お、早い早い早い。え、秒でしたね。はい、浅野さん、ユニバーシティゴールド正解。うわぁ早っ。ユニバーシティキングギドラじゃない。浅野さん早かったっすね。その一問目で色以外まで全部ほぼ正解して。いやもうオフボアのダンクの、じゃこれラバーダンクって名前なんですよ。ラバーダンクダンクじゃないんですよ、うん、ラバーダンク、ラバーダンクなんです。これがね、プロとアマの差ですよ。それではクイズ2問目です。お二人との目をお開けください。どうぞ。おお、お二人からするとあの白い箱の上に目隠しがあるという状態なんですけど、箱の中にスニーカーが入っている状態です。ほう。で、手を入れていただいて触覚だけで何のスニーカーか当てるっていうクイズを入れたかったんですけど、なんとですね、はい、あの我々ミスをしてしまいまして、手入れる鼻って、まあ、基本横とかじゃないですか、はい、上に開けちゃったんです。ほんとすいませんね。全然いやもうね、ほんとに沢村さんバカなんですよ。だからこうやって触ればいいってことね。そうそう、ね、恥ずかしいもんさせないでよ。沢村さんを呼んでさ、申し訳ございません。すいません、よろしくお願いします。 OK です、はい、でですね、こちらもモデルを当てればいいってことですね、はい、メーカーとモデルを当てればいい。わかりました。これも正式名称で。そうです。え、これどうやってやるんですか。これ一人ずつ、あ、一人ずつそれぞれやって、あの感想とかもいろいろ言いつつ、二人で今度はホワイトボードに書いていただいて、せーのでドンです。これは早押しだろうかな。 OK です。正式名称と箱のラベルについている名前で、はい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 。じゃあどっち先に。あ、もうマックさんと。おお、じゃあ、はい、わかりました。はい、じゃあ俺もじゃあ甘くて、ね、もはい、いきます。じゃあいきますよ。やります。はい、じゃあ時間いきましょうか。10秒触りにしましょう。10秒ええー、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、1回目のサワリング、サワリングね。あ、だからあんまり分かんなかったら、これも俺分かりました。5、はい、もう OK、マジで、もう OK、 もう OK ですか。あ、分かったけど正式名称がね。では浅岡さんのサワリングいきたいと思います。いきますわ。じゃあサワリングいきます。10秒です。せーの、スタート。
終了です。わかる。いや、これ結構特徴的だと思いますよ。俺の中では相当。でも目開けていいですか。どうぞ。俺も分かったけど正式名称がわからない。ちなみに今回からヒントのシステムだったじゃないですか。マックスさんは寿司5貫、浅香さん寿司2貫を食べることができたらヒントをそれぞれに個別で差し上げるというルールに。あ、こういう式ね。そうですそうです。あ、俺いらない。えぇ、ー、だって分かってるもん何か。おお。俺ちょっともう一回サワリングしたいです。あ、じゃあ2貫食べたらサワリング。はい、2貫でサワリングちょっと。じゃあ侍ならではの食べればヒントが与えられるシステム。じゃあ、サワリングいきます。せーの、スタート。触るところが独特なんだよな。3、2、1、終了でございます。わかんねえ。嘘でしょ。え、オッケーオッケーです、オッケーです。わ、嘘でしょ。チャンネルもらっていいっすか。ダメだよ。いや、ね、これマジでわかんないわ、俺。俺持ってないかも。本当ですか。多分ですけど、マジでわかんないよ、正解の方です。ですよね。なんか多分マックスさん、多分わかんないと思う。いや、これでしょ。いや、もうこれしかない。俺が今一番思い当たるやつにしますわ。はい、はい、行きたいと思います。はい、せーの、ドン。はい、マックスさん、ナイキエアマックス950。エアマックスデラックスですよ。デラックス。はい、ということで2つの答えが出揃ったわけなんですけれども、これ不安ポイント1個だけあって、はい、この数字が合ってるから。それでは天の声さんから。はい、お二人とも不正解です。ほら、むずい。ただどちらくんがものすごい近いです。え、じゃあこれもう一回触りング。もう一回触りングですね。まあいいや、一応もう一回触るか。はい、終了でございます。何度も申し上げますけど、ヒントもございますので。あ、そっか。ちょっとヒントいきたいですね。天の声さんからの天のヒントで。あー、オッケーです。はい、もうものすごいヒントです。そこ抜くんだって感じです。はあ。あ、じゃあもうこういうことです。え、今のでわかるんですか。いや、だってもう今の答えじゃん。だってはい、書きました。はい、書きました。おい、浅岡まだか。浅岡さんよ。もうこれ答えだ。もうわかりましたよ。恥を忍んで寿司2貫食っていいですか。おー、侍ヒント。まあ、どうあがいてもね、俺正解だから。いや、でも今の佃さんはもうヒントすぎ、答えだと思うの。そうなんだ。全くピンときてない、それ。でもこれだと思うんだよな。違っててほしいな。このヒントもらいに行けばいい。はい、じゃあ耳元でコショコショで。いや、絶対そうだな。うん、いや、もうこれ以外ない。はい、いってらっしゃい。取れました。あー、わかった。マジで、マジで。めちゃくちゃいいリアクションしてるじゃん。マジで。どんなヒントもらったのこの人。いや、ちょっともうわかんないから、ちょっと勝負します。おお。いや、俺もうこれ多分マジで当たりますよ。これはっきり言っちゃいますけど、うん、これ当たりますよ。これは本当自信がある。確かにあれだわ、名前シンプルだわ。これいいんすか。ヒントもらっていいんすか。大丈夫です。もう答えなんで、これ。じゃあいきます。はい、せーの、ドン。俺エアー抜きましたね。エアー抜きました。ナイキマックス950。僕はエアーズーマックス950。なるほど。それでは天の子さん。違います。あー、これわかんないわ。正直もう正解でもいいんじゃないかレベルなんですけど、今の数字が残ってるのは8割正解なんですよ。いろいろリークがあるじゃないですか。そこで出てるんですよ、その名称。だからわざと箱についてるラベルの名称って思ってます。なんじゃなんじゃこれ。それがナイキで。なるほどね。なので箱に書いてある名前ですよね、ラベルにね。もう OK です。本当に。もうこれでもう僕はもうこれを。さっき答えって言ってたんですけど、本当っすか。これがもう真の。本当。これがこのスニーカーの真の答えです。それでは2人ともせーのでお見せください。いきます。せーの、ドン。ナイキエアーズマックス950。なるほど。僕はマックス950。なるほど。さあ、天の声さん、不正解です。うおい。正解はエアーマックスZM950 です。あ、ズームってこと。そうです。なのでそこと抜かすんだみたいな。俺あんだけドヤ顔でさ。どんどん減って、最後950になっちゃう。てか一発で950って分かったのがすごいわ。これはだから、じゃあもう引き分けどうですか。引き分けですね。ドローですね、こちらは。ドロー。はい、なので浅岡さんが有利、1ポイント獲得、今田さんが0ポイント獲得のような条件を変えます。よっ。
それではラストでございます。ただですね、あの今ポイントが、はい、マックスさん0ポイント、浅野さんが1ポイント で次のクイズ、あの、どう頑張ってもマックスさん勝てないなっていうことになったので、ちょっと特例で次のクイズ、勝った人にポイントさせていただけるという。すいません本当にすいません大でですね、次のクイズは、スニーカーを値段順に並べろっていう、まあ、クイズなんですけど、ほお二人の後ろを見ていただいてよろしいでしょうか。はい、後ろに並んでるこのスニーカーたちを値段順に並べていただきます。また難しい問題を作りますもん。で5足とか、まあ、6足とかでもよかったんですけど、まあ、スニーカー好きな方ならさすがに分かるだろうということで、今回8足でやらせていただきます。何円台ってのは分かるんですか。でもその誤差が命取りじゃないですか。そうですね。恐ろしいね。いや、これはむずいぜ。今回、早速全部の順番が分かれば一番ベストなんですけど、まぁ、あ、ちょっと難易度がかなり高いと思う。めちゃめちゃ高いですよ、かなり高いと思うんで、部分点全然あります。なるほどね、はい、こう、8個中何個あってたらいいそうです。いや、でもむずいね。いや、不可能でしょ。定価でしょ。ですよね。ただ、このクイズに当たらないと、あのダッサイスに対してるからほんと、それが嫌でしょうがない。これどうやってやるんですか。先行後行とかその、あの、ホワイトボードにそれぞれ書いていただく。あ、なるほどね。で、なぜかですね、皆さん真ん中にですね、これは筑田さん、何ですか。真ん中になんか、ちょっと気が違う。最近、筑田さんがハマっているブランドということで、めちゃくニューバー。はい。ということで、あの、筑田さんがですね、あの、マックスさんの SNS がいろいろチェックしていただいて、ニューバランスにハマってるということで、一発入れといたの。はい。なんで、こいつが結構ダークホースになってます。そいつをドンピシャ値段当てたら差し上げます。いいんすか。これの値段わかりますよね、ニューバランス好きと。お伺いいたします。煽られてるぞ、煽られてるぞ。恐ろしい企画だぞ。金額は、でも順位じゃん、金額。あ、それだけ金額ドンピシャで当ててくれれば。オッケー、考えよう。おい、いやー、これどういう感じで書けばいいですか。まあ、1,2,3,4,5,6,7,8 っていう番号で、それぞれ書いていただいてもいいですし、まあ、矢印で引っ張ってもいいですし、一番高いのと安いものの順番がそれぞれ分かればOKです。あ、OKです。そして早速マックスはフレームアウトするんですよね。本当に確かに。6,7,8。まずまあ1位はあれだろうな。よく考えろ。これね、小川優も履いてんだよ、これ。そうなんですよ、だから持ってきました。これ小川優も履いてんだよ。履いてますよ。スリッポンみたいに履けるっつって仕事の時は。これね、結構いい値段するんだよな。そう、する時便利なんですよね。 OBJ、 これ OBJ ですか。そうか、そう、 OBJ か。おう、いや、そうなるとちょっといろいろ変わってくるな。できた。多分こうだと思う。早いっすね。なんかマックさん語れるものとかってなんかあります。あ、いっぱいあるよ。あるっすか。いっぱいある、いっぱいある。例えばまず、はい、これはね、はい、軽い。すごい軽い。でもほんとほんとほんとに、あの、履き心地いいよ。おう、でもこのね、ベイパーは独特。なるほど、聞いた俺がバカでした。それでは、揃いましたでしょうか。あ、お値段も、そうですね、お値段も。あ、そうか、もう値段か。そうですね。いや、あのね、多分ですけど、あ、いや、これヒントになっちゃうからね。それでは、お二方、はい、で、揃ったということですので、まずは一人一人から感想を見せていただきましょうかね。じゃあ、マックスさんから。はい。はい。なん。これ、1は高い、安い。言うたら高い。高い。これ、ベイパーが一番高いと思う。ベイパーが一番高い。高くて、次マーズが来て、その次にこの韓国のモデル来て、で OBJ 来て、で2090のリアクトからのニューバからのマックスワン。なるほど。で、一応ニューバの703は14,800円ぐらいじゃないかなと。はい、ニューバが何円だろうな。これぐらいじゃないかなと予想ですね。なるほど。まあ、これ完全に直感です。それに対して浅岡さんはいかがでしょうか。超興味ある。じゃあ浅岡さんも。はいはいはい。これ1位が、1位がジョーダンマーズ。僕は、はい、一番高いのはジョーダンで、2位がベイパーの360。なるほど。で、3番がヤマックスの720の OBJ で、はい、で、次がマックス95、はい、で、その次が、2090のマックスで、その次エアマックス1、意外と高いんですよ、マックスは。で、エアマックス270のこれになって、一番下が俺は2番で、お値段が13,200円。これはまあ12,000円プラス消費税って感じですけど。なるほどなるほど。まあ確かに。それでは8、はい、から1つずつ。うわ、緊張。下から行くのね。下から行きます。はい、わかりました。めちゃくちゃ緊張するんだけど。いきます。はい。それでは8に該当するやつですね、申し上げます。はい。ニューバランス。よっしゃー。よっしゃー。
ですね、値段を書いていただいたじゃないですか。はい、マックスさんは、まあ、1480、マサルさんは1320、こちらのお値段ですね、なんと990です。これ何も言わずに7にもパスつけとこうわ。次、まあ、二木さん7ですね。はい、2番目に安いのエアーマックスの1でございます。俺、必然的な罰がまたついたぞ、これ。6、7違う。俺はうまくまとまったぞ、これね。俺はうまく。そうですね、3番目に安いやつですね。6番目、俺反省ですね。6番、俺罰なんで。エアマックス209。うわっ、ザンマン、だったらもう5も6も罰。なんだこれ。俺も5も6も罰だわ。泥試合が始まりました。俺のニューバランスが効いてる。4番目ですかね、下から数えて、はい、エアマックス270、略称ですね。マックスさんの知らないやつです。うん、はい、はいはいはい。だからこれがこうだったってことですね。そうです、惜しいですね。こうこう、でもできったから、これさできましたね。海はできたから、できました。一択でリセット状態ですね。こっからっすよ。で、はい、今この問題の1-0だよね。そうです、はいはいはい。上から数えて4番目に高いやつ、はい、マックスさんは OBJ、 はい、お客さんはエアマックス95、はい、ということなんですけれども、はい、参ります。はい、冗談です。18,150。やってるぞ俺ら。やってるなこれな。これやってるぞ、これこういうことだぞこれ。じゃあこの状態なので3-2-1までいきます。あの全部で言います。3番目に高いやつからです。エアマックス95。おえい、次エアマックス720で一番高いのがベンバーです。うわー、負けたよ。勝ったの、勝ったの。バーッシュ。これを履いていただきましょう。じゃあいただきます。で、せっかくなんでちょっとじゃあコラボさせていただいたってことなんですよ。マックスの中でサインいただいたの。あ、マジでマジで、これ1週間マジで嫌だな。いやー、これは外出ないようにしようになる。出てくれ出てくれ。これでいきましょう。はい、ありがとうございます。はい、オッケー。はい、マサルさんにプレゼントでございます。ありがとうございます。じゃあいただきます。いやでも正直純粋に引くよね、これ履いてたら。えってなるよね。ダサいところの話だよ。これはもうかっこよく履くのは無理よ。ネタで行くしかない。どう頑張ってもかっこよく履きこなせないこれ。まあじゃあ証拠の動画も送りますよ。はい、街歩いてる証拠。お、楽しみですね。はい、ということでお疲れ様でした。今回初の試みということでちょっといろいろと手探りの状態ではあったんですけど、ちょっと二人から感想みたいなものをいただければなと思っております。はい、はい、僕はもう純粋に楽しかったっていう。それに尽きるっていう、本当にそれだけで、ちっちゃい夢が叶ったじゃないけど、そんな感覚なんですよ。なんかこう朝岡さんのチャンネルでもコラボさせていただいて、でもさんにも来ていただいてっていう、はい、で本当にちょっと正直嬉しかったのは、多分マジで当たった時は嬉しそうだし、そう、外れてる時は悔しそうだし、考えてる時真剣だったから、あ、楽しんでいただけたのかなっていうのが本当に嬉しくて、純粋に楽しませていただきました。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。本当にもう、ちょっと今回いろいろとドタバタの企画ではあったんですけど、いかがでしたでしょうか。いやでも、いや俺普通に楽しかったです。なんか週一でやりたいぐらい。嬉しいね。なかなかやっぱクイズ自分で考えても答え知ってるし、人から出してもらうってなかなかないですから。うん、そうですよね。いやだからちょっと値段とかカラーコードはこれからちょっとチェックしてこう。1000円2000円で気にしないってことか、買うとこの怖さ。今回ですね、こういうクイズもすごい盛り上がったのも今回の佃さん。佃さんに、はい、いろいろやっていただいて、今後もしこの企画が伸びてて面白いよとなったら、ちょっと例えば山本さんの方でやらせていただくとか、まあ、いろんな形でちょっとコラボさせていただければなと思っております。はいはい、浅野さん、改めまして今回来ていただいてありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。もし嫌じゃなかったらまた、いや、やりましょう。時間、あ、本当ですか。もう、あの、再選したいです。あ、本当ですか。ありがとうございます。全部の定価調べてくれます。じゃあね、リベンジ待ってるよ。そんな感じで、そんな感じで、またありがとうございました。あの、浅岡さんのチャンネルって最後、フェードアウトする、あの、決め台詞あるんですけど、いや、わかる。今回はね、本当貴重な面白い経験をさせていただきましたんで、定期的にね、ちょっとリベンジマッチということでさせていただければなと、ぜひ思っておりますので、それでは、また次回の方が面白いです。ムービー、じゃあねー。